みんなランクもう終わった？あと20時間あるらしいけど、何回勝ったらチャレ10連勝ぐらい。3時半から9できない。トップ勝った、ナイス勝ったプロゲーマーにはもうこれ勝ちに見えてんの。今の試合そんな長かった？体感31分だったんだけどさ、終了まであと残り20時間から5時間になってるんだけど。キャプテンのつけてたなんかビトンのブレスレットみたいなやつ、配信2年間やんなくてもこれ売れば全部ギリ1年は生きていけるから。久しぶりだね。じゃあさ、ちょっとでもシーズン終わり、結構1ヶ月前ぐらいからもう韓国行くの決まってて、シーズン終わりがこの時期って知らなくて、まあでももう CPT とも1年半会えなくなるし、絶対に会いに行きたいなと思ってたから、ちょっとでもそれ1ヶ月前に分かってたから、韓国行く前にチャレンジャーになってチャレンジャー維持して終わろうと思ったんだけど、グランドマスター 421LP でも俺は会いに行って後悔してないよ。いっぱいお酒飲んだ。もう俺さ、みんな知らないかと思うけどさ、俺お酒飲んだらめっちゃ泣いちゃうの。もうすごい涙腺がもうやばくて、でも CPT にもうずっと絡んで、俺酔っ払いながら、お前が帰ってきてもいつ帰ってきてもお前が安心して暮らせるような土俵を作るから、お前はもう何も考えずに1年半もう体鍛えてやりたいことチャレンジして1年半しっかり頑張ってこいみたいなのもずっと言ってて、もう CPT 笑ってて、ずっとでラスもずっと大爆笑してて、俺真面目に言ってんのに笑ってて、でそしたらラスがあの携帯でひまわりの約束流し出してそばにいたいよ、で俺それずっと続けてたら CPT 大号泣ジャスありがとうモンドはずっとキモって言ってたキモ。そうで、ハニーとかとも会いたかったんだけど時間合わなくて、ハニーも平気いっちゃうから会いたかったんだけど時間合わなくて会えなかった。マジで画角がロールプロ。以上、一応128位です今。一応ね。みんなランクもう終わった？あと20時間あるらしいけど、こんなにゲームに真剣に向き合って努力した半年間、俺本当にオーバーウォッチ以来なんだけどさ、なれんかチャレンジャー。チャレンジャー以外見てなかったんだけど、この半年間。何回勝ったらチャレ？ 10 連勝ぐらい10連勝ぐらいかな。まあでもまだあと20時間ある。20時間俺韓国で20時間ロールやった時25戦は回したから、10勝ち越しすればいい。25戦中10勝ち越し。じゃグラン、え、正直もう回さないでいけば、回さないでいけばグランドマスターはいけるんだけど、俺が目指してるのはチャレンジャー。3時半から9できない？ちょっと待ってよ。この何？終了まであと0日と20時間は、じゃあ一体何？これ20時間じゃなくてログインし直したらあと5、6時間くらいで終了でござるよ、多分。ちょうど俺、みんなと話したかったんよな。久々に1ヶ月ぶりの配信だし、いっぱいいろんな話すこともあるから。なんか終わり際で、なんか全然マッチしないと思ったら、もうみんな満足しちゃってる感じだ、これ。もう。もうみんな、もう誰もいない。あれ？なんか、あれ？ほいでミッド。で、ボットでヘイマーやる。OPGG ください。おい、こいつ死んでない。こいつぐ、チャレンジャー目指してるやついる。チャレンジャーなのに回してんだけど、どういうこと？すげえ。1位目指してる。だって BCEL 来たんだけど、ちょっと待って。当たりすぎる。勝った。勝てかく。帰らないよ、俺は。やばい。
やばい、やばい、ねえごめん、やばい、ねえやばい、マジでごめん。ヤスっていつもギリギリになってからやるな間に合わないタイプのギリギリ初めてこっから最強よ、誰にも負けん。トップ勝った、ナイス勝ったプロゲーマーにはもうこれ勝ちに見えてんの。ちょっと守りかも。ナイス、熱い、うまい、チェイ、わっ、痛すぎ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 、なんでパッシブ発動したの今。待って、俺弱い、危ねー、俺弱ー、なんかダメ、今の倒せてなかったら終わってた、 EL の顎外れてたわ。ナイス、でかい、頑張れ、マジででかい、 EL 強すぎる、マジでえぐいて、寄るか寄らないか、寄るか寄らないか、キルが取れそうなら寄る、キル取れそう、俺がこれは取る、シャー、 EL 強え、うわーやばい、よる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 よ、ナイス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 、うーん、なんかうーん、めちゃくちゃめちゃくちゃセンスなかったいける、言える、これ見通すわ、何もできない、視界がない、間に合ってくれ、頼む、死ぬ俺これ、死ぬまである、なんか雑、なんか汚いけどスマートではないけど、ああマジか、あーマジかー、もうごめん、でも強い、言える、アイセイ勝ったえ勝った、マジ、え、ま、え、ネクまで行くの、すごい、このゲーム。ちなみにランキングのチャレ LP701 って書いてるけど、ほんと？いや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 。
ボーダー 700? え、ちょっと待って、え、待って、今の試合そんな長かった？体感31分だったんだけどさ、終了まであと残り20時間から5時間になってるんだけど、ねえ、もう終わるって5時間、マジかよ、もう何やってんの俺。おい、ラストも CPC ともモンドとも絶対帰ってチャレンジャー行くから配信見ててって言ったのに残り5時間、マジ俺は明日の25日に終わるって聞いてたから、明日の9時、え、明日の23時55分まであると思ってたのに。にこれ、おいで、またミッドやし、もう キャントミッド、これ英語、これ英語なん、これ意味が分かんない。キャントミッドソーリーってどういう意味？もうよくね、シーズン終盤だし、どうなっても無敵の人もういいっしょ。ね、ということで皆さん、雑談配信にジャスパの雑談配信へようこそ。ちょうど話したかったよな、みんなと。ちょ、みんなに言ってなかったんだけどさ、俺今シーズンチャレンジャーで終わっ、 AD キャリーでチャレンジャー行ったらマジでホカレーンに行こうと思ってたの本当に、あの、俺マジトップやろうかなと思って、でもチャレンジャー行かずにしてトップレーンに行くのは違うなと思って、本気でチャレンジャー行きたかったんだけど、無理だったんで、来シーズンも AD キャリーです。来シーズンやるかどうか見て、未定ですけど。もうなんかロルの何してた、本当にやばい、ロルしかしてなさすぎて、何してたっけな。おもろい話はないけど危ない話はあったわ。この間車運転しててさ、普通に青信号バーンって言ってたら、もう右から急ブレーキ聞こえてきて、何と思ったら赤信号なのに、交差点でね、赤信号なのにマジで事故りかけたの。本当死にかけた。車ってさ、なんか10ゼロになるみたいなことってあんまないって言うじゃん。え、青信号渡ってて隣赤信号の車が俺にぶつかってくるのってさ、何々？青信号で動いてて、しかも大声で歌ってた。やばい？ドライブレコーダー見られたらやばい？あー、これ歌ってるんで82っすねみたいな歌ってたら64？曲による？え、あの米津玄師のキックバックだったらやばいなんかあったよね、キックバック。あれ笑っちゃいけないけど、あれ笑っちゃいけないの分かってるんだけど、笑っちゃったわ。あれ笑っちゃいけないんだけどな、これ。うわ、マジか、やばい。ピポピポもやばい。くら寿司びっくらぽんや。いや、でもマジこんな感じだった。本当にこんな感じだった。マジこんな感じだった。もうちょい遠かったけど、この辺だったかな、俺の時は。俺も歌ってたんだよな、キックバックじゃない、キックバックじゃなかったからセーフか。マジ死にかけた。てか前回のラスをお見送りした時と同様に、なんかキャプテンのつけてたなんかビトンのブレスレットみたいなやつ、ジャス、これ僕が帰ってくるまで持っててよって言われて、あの言われて持ってたんだけど、次の日、あれそれ僕のじゃないって CPT に言われた。あげたって、あげた記憶なかったらしい俺それ僕のじゃないあ、そうだっけっつって、1年半後に CBD が軍隊から帰ってきた時に返す、2本持って帰ってきた。出すのもあるよ、これが CPT ので、これがラスのやつ。でも毎回
俺これだけのために韓国行ってると思われそうだな。そんなことないですよ。配信2年間やんなくてもこれ売れば全部、まあ、ギリいけ、ギリ1年は生きていけるから。どうしような、配信やめたらどうするんだろう俺。釈迦さんち、あの時計つけてるのあんま見ないから多分家に時計あんだよな釈迦さん。配信部屋から出てこないから、まあ、その間に入って奥さんにも挨拶して普通に入って意外と生きる術あるから大丈夫、心配しないで本当に。ちょっとだって本当にすることないもん。まあ来シーズン、まあでも本当来シーズン乗るどうだろうな。もう才能の限界もちゃんと感じれたしな。だって1300戦やったんだよ俺。1300戦韓国と日本合わせてワンスプリットで、ワンスプリット1300戦よ。まあでも伸びしろは、まあ、正直まだある。まだ全然完璧にゲームできてる試合も少ないし、まだあるからロール変更はしないかな。チャレンジャー行って、プライド的にもチャレンジャー行ってからロール変更したいし、するんだったらね。まあなんかやりたいゲームあったらまたやります。